しほにゃんの熊の天女座チャンネル。はい、しほにゃんです。今日はなんと父親付きの新婚旅行という前代未聞のお話です。私は離婚して音楽家を目指すために家を飛び出し、ホストクラブのバンドマンなどをやっていましたが、トンちゃんと知り合ったお話はこのチャンネル世界平和夫婦からでお話ししています。トンちゃんは私の父親がどんな人かドキドキしていたそうです。ところが私の父紀宝さんはすごく人懐こいも愛すべきキャラだったので、2人は意気投合して新婚旅行になんと一緒に行こうということになりました。行き先は台湾で11日間列車の旅をすることになりました。父親も世界中を旅していますが、いつもパック旅行なので、私たちのように現地に着いてからホテルを予約するなんていうのは初めてだったそうです。台南に向かう列車の中で父親が隣の方とすごく盛り上がっていました。その方はコウさんっていう方で、200人ぐらいを使う運送会社の社長さんでした。するといきなり父親が、おい、タイチューンで降りるぞ、この人のとこ泊まるっていうので、私たちはえー、って言いました。二人は驚く私たちを無視していそいそとタイチューンで降りる支度をしています。で、結局見ず知らずのコウさんの家に泊めていただくことになりました。次の日の朝、コウさんと4人で朝のお粥を食べてから、タクシーでなんと観光案内をしてくださいました。父はコウさんとそれから何度も手紙のやり取りをしていたようです。トンちゃんはビンローにはまって、ビンローを屋台でよく買って食べていました。よくビンローを食べた後ペッて唾を吐くので地面が赤くなっていましたが、それはビンローの食べた後だそうです。ビンローの身の中に石灰が入っていて、頭が食べるとクラッとするそうです。台湾料理は美味しくて本当に3人とも大好きになりました。またウーロン茶の美味しいこと、喫茶店と間違えて入った、これはお茶屋さんでした。お茶屋さんのおばちゃんとすごく盛り上がって、ウーロン茶をいろいろ飲ませていただきましたが、庶民が飲んでるレベルのウーロン茶を買って帰りましたが、本当に美味しかったです。そこから成功というところに向かいましたが、なんと父親がまた隣になったライさんという方と盛り上がっていました。ライさんは私たちが泊まるホテルの隣の畳屋さんでした。そのライさんは私たちを食事に招いてくれて、北京ダックなどをご馳走してくださいました。そしてバイクに乗って呼吸を作るおじさんのところにも連れて行ってくれました。バスの中で出会っただけなのに、自宅に招いてご馳走してくださったライさんのご家族に本当に感謝をしています。私たちは蘭唯島にも行きました。ヤミ族の方にお会いしたかったからです。私たちは 50cc の単車を借りて島を一周することにしました。トンちゃんが1台バイクを運転して、私は紀宝さんを乗せていましたが、途中で紀宝さんが人の運転に乗るのはつまらんと言って運転を変わりました。しかしアクセルを踏みすぎて、紀宝さんが猛スピードで走ったので、なんと崖に激突したりしました。私はやめて、こんなとこでバイクで死にたくないと言いました。当時私は 250cc の単車に乗っていることを紀宝さんに内緒にしていました。台湾では国際免許もないんですけれども、運転できるのが面白いですよね。そして海で泳いだりとかして楽しく一周をしているとき、あるお土産屋さんに入りました。私が小さなシンセサイザーを弾いていると、そこのお店の女性の方となんとなく筆談で話になりました。ノギンっていう地名だったんですけど、私たちがノギンに泊まりたいと漢字で書くと、私のお父さんは日本語が喋れるから訪ねていきなさいと筆談で返してくれました。そして私たちは闇族のシャポン・マナブイさんというお宅を訪ねました。
シャポンさんは70歳ぐらいでブッシュマンカットにふんどし、でも巧みな日本語を話すことができます。今写真に写っているのは闇族の方々が作られる美しい船です。シャポンさんも船を作る人です。闇族は竪穴式住居を作って住んでいます。台風を避けるためです。地面に穴を掘って中に木を張っています。壁はゴツゴツとのみの跡があり黒光りしていました。竪穴式住居は冬は暖かく夏は涼しいそうです。台湾政府は竪穴式住居ではなくて新しくコンクリートの家を与えましたが、闇族の人たちはそういう暑い家には住みたくないと言っておられました。私たちが着いた時になんとタロイモとトビウオと豚肉を出してくださいました。私は胃が小さいので少ししか食べられませんでした。すると奥さんが、そういう人は荷物をまとめてとっとと帰るがいいよとジョークを言いました。キホーさんはたくさん食べたので二人にすごく気に入られたようです。また私が水着を涼み台のとこに干していたら、奥さんが顔をしわくちゃにしながら、あんたの家と違うよとジョークを言いました。闇族の人は朝早く仕事をして、この涼み台で便炉を噛みながらゆっくりと過ごします。トイレはあって聞くと、その辺でしたら豚が食べるよと言われて、なるほどと納得しました。日本人が泊まるのは珍しいということで、あっちの家こっちの家でご馳走になったりもしました。竪穴式住居は布団もなくそのまま床に寝たので、ちょっと寝づらくて寒かったのと、蚊が多かったのであまり寝られませんでした。翌朝シャポンさんはこういう美しい船を作っていました。これは私たちが買ってきたお土産用の小さな船です。赤と黒と白の美しい船が闇族の船です。皆さんはキリスト教なので教会に行くというのでついていきました。男の方はブッシュマンカットで T シャツを着てふんどしというスタイルでした。そして皆さんが歌っている本というのは、なんとカタカナで賛美歌が書かれていました。賛美歌はとても美しくて、確か録音したと思いますが、テープはどこに行ったか分かりません。闇族はトビウオを取って生活しているので、お金は不要な生活でしたが、タバコが入ってきてからお金が必要になってきたそうです。また都会に働きに行った娘とか息子たちは、なかなか竪穴式住居には帰ってこないそうです。シャポンさんは、日本人が以前来たことがあるが、また来ると言ってまだ来ないと言ってましたが、そのまだ来ないという人はなんと私たちの知人だったことが後で分かりました。蘭有伊島からまた旅を続けて、温泉に入ったり、いろいろおいしいものを食べて、本当に私たちは台湾が大好きになりました。帰国直前にキールンというところでかき氷を食べたら、そこのおじさんが、今日泊まるんだったら明日案内してあげるよと言ってくれて、父親は本当に台湾の人は素晴らしいねと感動してました。若いですね。32年前ですからね。最近なんですけれども、あの台湾のこの旅行の中で、バスの中で出会った畳屋さんのライさんという方が、私たちを探してくださっているということで、三重県庁の方からお手紙が来ました。私の父紀宝さんがライさんにお礼状を何度か出したのですが、ライさんは返事をしていなかったことをずっと後悔していたそうです。そして今年になって陳さんという方を訪ねて、岡山の私の父親のところに手紙を出してくれということで出したそうですが、宛先不明で帰ってきたということでした。父紀宝さんは2015年に亡くなっていて、もう岡山の家もないため、宛先不明で帰ってきたそうです。そこで岡山の岡田さんっていう日本人の方も協力してくださって、陳さんと岡田さんが矢吹さんの娘さんを探そうということで、インターネットとか駆使して、あと岡山の教育委員会とかにいろいろ当たってくださって、やっ
と私たちを見つけてくださいました。それがつい昨日のことです。陳さんという方から LINE でお話ししませんかということで、今日 LINE のテレビ電話でなんと雷さんと32年ぶりの再会をしました。雷さんは80歳ですが、太極拳のようなものをして本当にお元気そうで、私たちも安心しました。雷さんの願いを助けてくれた陳さんと、そして岡田さん、安藤さんにはとても感謝をしております。ありがとうございます。陳さんは日台友好の架け橋となりたいということで活動をされています。2010年に私が台湾で骨折した時も、見ず知らずの郷さんという方に助けていただいたり、本当に台湾のことが大好きな私たちなので、ぜひぜひぜひ台湾に行って演奏をしたいです。今日は父親付き新婚旅行の話から、なんと32年ぶりにまたご縁がつながった雷さんとのお話を聞いていただきました。私たちも日本と台湾の架け橋になりたいです。今日はありがとうございました。またよろしくお願いします。